技術だ。何これ。はい、ということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もにゃんこ大戦争、今回もスイッチ版の方やっていこうかなと思うんですけれども、今回も無謀な挑戦ということで、今回もねランダム編成で大狂乱ステージの方やっていこうかなと思うんですけれども、今回は大狂乱の牛降臨の方やっていこうかなと思います。まあ、これもちょっとね編成がねもうとんでもなくなってしまったら、まあもうちょっと運ゲーなところもあるんですけれどもね、やっていこうかなと思います。まあとりあえずね、もう負ける覚悟でね、どんどんちょっとやっていこうかなと思うのでね、いい編成に巡り合えたらちょっと頑張っていくということで頑張っていきましょう。ということで1戦目やっていきましょう。さあということでやっていきましょう。編成に関しては今回はこんな感じでございますね。なんか割と超激レアの方が多いんだけど、どうしようか。待てよ、とりあえず壁が壁が辛いな。毎回ねなんかいい壁のバランスがねちょっとねできてないのがちょっと厳しいところなんですけど、どうしよう。ちょっと待って待って待って、いやこのタイミングで来ないで。ちょっと待って待って待って、とりあえず超激レア出しておきたいんだけど、ちょっとニョロリやられる待って、嘘だろ、ちょっと待ってよ。おいいつも開幕これかよ。はい、ということであっさりと1回戦目ね終わったんで、終わってしまったんですけど、ちょっとダメだ、ちょっとテンパって喋れんな。どうしようかな。あ、カサ地蔵がね今回入ってますね。久々にちょっとカサ地蔵をスイッチ版で使うね。どうしよう。ちょっと待ってこいつをどれでなん、どうしよう。まあとりあえず前田出しての、あとはそうだな、他がちょっと厳しいな。次どうしようかな。微妙、倒しちゃったしな。まあいいや、これでひたすらまあなんとか、いやーでも超えられない気がするな。いやめちゃめちゃ怖い。いやでも首これダメだろ。ちょっと待って、まあとりあえずひたすら壁出しての、この乗り越えられればいいんだけどね。一体でも倒せればさ、いやあだだですよね。ですよね。これ結構きついぞ。いやこれ本当に編成大事だよマジで。あっさり終わりました。はい、ということで2回戦、違う3回戦目ですね。はい、もう1回戦目がなかったことになってるけど、まあいいや。ということでまたそうですね、ちょっともうちょっとね壁を入れてほしいななんて思うんですけれどもね。いやーどうしようか。ちょっとねお財布ダメもねしたいところなんだけど、これでなんとかできるかな、できないかな。ちょっと待ってよ。いやー難しいぞこれ。よしこれで少しずつちょっと抑え手紙しながらね、やっていきましょう。はい、で強撃レア出したとしても、壁と割合がちょっと合わないんだよな。どうしようかな。怖えんだけど。あーちょっとやばい。待とう。おー強引なんだから、ちょっとやめてよ。間違えてディオラムズ出しちゃったんだけど、これダメでしょこれ。いや抜けられないでしょ。ちょっとこれも怪しいな。いやー本当にこれ編成大事よマジで。いかにね、なんかお財布ダメがちょっとできないのが厳しいな。どうしよう。乗り越えたいところ1体ぐらい倒さないとさ、攻撃までが
いやダメだよなーって。キックムートがまだ第3形態させてないのもちょっとあれなんで、あれに当たった時はねめちゃくちゃでかいんだけどね。いやーきついなこれ。さあということで、負けてることがもう当たり前になってきましたが、やっていきましょうということで、相変わらず壁が少ないね。どうしよう。なんだろうこれ、これなんか何これ、わざとこうなってる感じになってるんだけど、いやーどうしようか。あーよし、まあ、とりあえずここでなんとかね、お財布ダメしたいんだけどね、ちょっとダメげだよね。ちょっとね、ちょっときつい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 になってきついになって、あー待って、他に今回超激ダメか2体か、厳しいな。これで抜いたとしてもさ、ボス戦がさ多分ねやらきついんだよな。壁が欲しいよこれ。これいつさ壁に当たれるかな。あーダメだよな、これもダメだよ。もう分かるって、これはもうダメなのはもう分かってるだって。ダメだよダメだよ、もうこれはね、これはもうね諦めたいところ。これで逆転できたらよっぽどすごいよ。あー一体も倒せるんだよな。いやーダメだよこれは、これもダメだな。ダメだよダメだよ。まあとりあえず見届けようか。これなパーセンテージもね、もう見られないからね、もう無限にこいつらがワンサーが出てくるんで、ちょっとこれはね難しいね。はい、ということで、まあとりあえずですね、本当になんか壁が全然薄すぎるんだよなこれ。ちょっとこれなんとかならないかな。いやーちょっとねバランスが本当にねひどいね、このランダム編成は。ちょっとねいつか大当たりを引きたいところなんだけれどもね、もうスタミナが切れて、もう猫缶をまた使わずには追えない状況にはなってきますが、どうだろうな、ニャンマって無理だよな、壁がいないとちょっと厳しいよなこれに関しても。やべやべやべ、倒しちゃうかな。ああ まだいけるね、まだこんだね。ニャンマ2体目出しての、あー壁がいねえんだよこれは。いやーダメでしょう、ダメだと思うこれ。これはねダメだと思うんだよな。どうすればいい、何を出せばいいのかわからないよねこれ。まあいいや、もう何するなんとかね、なんとかできたいけど、多分ダメだと思う。あー飛んでったー、ニャンマが。おーいったね。いやもう無理だろ、つらっ、これはやばいって。いみんな攻撃がさ意外と速度が間に合ってないのがちょっときついところだよね。ほらあーこれじゃあねダメだねっていうことで、あー今回も微妙。もう微妙な編成しか巡り合えないんだけど、なんかなー前にやったねバトルはね一回ね割とねおーいい編成だっていうのがあったんですけどもね、まあそれでも勝てなかったんですけどもね、まあ、今回はね、なんかせめていい戦いをしてほしいところなんだけどね、編成がちょっとね、いまいち、って感じなんだよな。これも多分今回ダメな気がするな。諦めたらそこで終わりだと思うけど、でもこれもう諦めた方がいいと思うよ、これは。いやまあいくらスタミナとかアイテムを無駄にしてもいいスイッチ版だからといってもね、さすがにこれはちょっとね、ダメだよなちょっとね、ちょっとなんかね、哀れみをね、感じてくる。もう、どうしようか。壁とりあえず、壁要因が。さっきら出してもしょうがないしな、もう出しちゃったけど。いや、ダメだと思うんだよな。だってこれさ、耐えられねえんだもん、壁がいないから。もういかにね、とりあえず壁が欲しくなるかね、わかるよな、これ。で、とりあえず何体か倒してほしい。そうすれば多少サイコの方が変わるんだけど、いや、無理だよな。この大勢が耐えられない。でも1体倒したよね。1体倒したけれども。ダメ。
ということで、これでとりあえずラストにしていこうかなとは思うんですけれども、いやーどうかな、ちょっと厳しそうな気がするんだけれども、まあでも一応ね、めったにお目にかけられない、とりあえず壁がいるんで、とりあえずちょっとこれでやっていきたいところなんだけれども、いやーどうしようかな、攻撃の数が多すぎてちょっとね、これ全部出し切れない気がするんだよな。とりあえず顔を出しての顔を出しての、よし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 、まだまだいける、まだいけそう、まだいけそう、もう一体ぐらい出しときたいんだけど、もう一体次何出すかな、何出すか、ちょっとね、出したいキャラクターがね、なんかなんとも微妙なんだよな。いいや、ガングリオン出しての、で、壁、これじゃちょっと薄いよな。薄いけど、でも出すしかないんで。どうだろう。ちょっと壁少し耐えてほしいんだけど。いけ、いや、ちょっと待って、画面が。ちょっと。いや、これでもってしてもダメか。いやーちょっとこれはね、多分相当難しいぞ。いやー、ということでまた今後もまたちょっと根気よくね、ちょっとやっていこうかなと思います。いやー、やっぱランダム編成僕結構エグいかも。これレジェンドストーリーよりもね、結構エグいかもしれないね。はい、ということで今回はですね、ランダム編成で大狂乱の牛氷ですね、こちらの方とりあえずやってみたんですけどもね、まあ、全然ちょっと勝てるね、もう気がしないんですけれども、また今後とりあえずね、やっていこうかなと思います。とりあえずですね、まあ、どうなるか、まあ、多分次もちょっと怪しいとは思うんですけど、まあ、根気よくやってね、まあ、勝てるまではちょっと頑張ってみようかなと思うんで、よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。